アンドレ・カンプラは、フランスの作曲家、指揮者、聖職者、ジャン・バティスト・リリとジャン・フィリップ・ラモーの中間世代にあたる。フランス公基バロック音楽の宗教曲と歌劇を代表する作曲家として名高い。とりわけ、死者のためのミサ曲は、ジャンジルの作品と並び立つ存在である。エクス・アン・プロバンスの姓、ソブール大聖堂にて、宗教教育と音楽教育を受け、 1678年に主催に除海される。トゥーロン、アルル、トゥールーズの教会学長を歴任した後、1694年から1700年までパリのノートルダム大聖堂の学長に就任。1697年から密かに劇音楽の作曲に着手。コンティコーの宮廷学長に任命され、1730年にオペラ座の指揮者に就任する。 優雅なヨーロッパエルヨーロッパガラントの作曲によってコメディイコールバレの天才ともてはやされるに至った。ルイ14世の死後は王立音楽アカデミーやベルサイユの宮廷礼拝堂に勤めた。1720年頃から再び宗教界に復帰し、多くの時間を宗教曲の作曲に費やした。ありがとうございます。